はい、あ、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、はい、こうですか、そうですね、はい、ですね、息子の同級生のお家だったんだけど、はい、お父さんもお母さんも私より若いのに、ね、相次いで亡くなっちゃったの、本当にあのお気の毒でした、あの二本町で、あ、そうなんですね、震災後に、本当綺麗な、あの皆さん本当に手入れよくしてたところなんだけど、京都の田舎みたいな感じだったの、私からずっとね、この辺は、はいはいはい、道があって、はい、残念だね、じゃ結構人が住んでたんですね、住んでましたよ、大堀村でしたね、昔は、じゃここコーヒータイム、あ、本当だコーヒータイム発見発見、普段釣りもできたんですね、ああ、もうアユ釣りの名所、ここに300人いたんですよ、3月12日、この大堀地区の人がみんな避難してきて、はいはいはい、でここは消防のと、あの、あたまり場、消防の人の控え室に、ああ、そうだったんですね、うん、交流センターにもしだ、はい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 、あ、止まった止まった、うん、室内はなんか低いだし、ただ木造だから、そんなになんかひどいね、地震ではね、コップ一つし、お皿一枚ぐらいしか割らなかった、枝がここしっかりしてた、そうなんですね、うん、映らなかったし、テレビも落ちなかったし、はい、でここ自家発電と自家水道だったから、震災後もストーブつけて、はい、電気もついてたし、うん、もう本当にあの次の月曜日からまた始められると思ってましたよ、うん、金曜日の夕方、あ、午後だったでしょ、はい、だから月曜日からはまた始められるねって、来れる人は来るといいよなんつってたんだけど、はい、11日はなんやかんやしてみんなを送り届けて、はい、で12日私は双葉町から帰れなくなって、はい、で12日の11時ぐらいに戻ってきたんですよ、はい、大渋滞だから動けなくて、はい、そしたらもうここに300人いて、でここがちょうど消防の村長になって、はい、でうちは喫茶店やってたから食料いっぱい入ってたんで、はい、どんどん食料出して、はい、でこっちも炊き出ししてて、はい、でこちらは地域の人が出してきてて、うんうん、でも 中は全然でも 1.0 ぐらいですね今ね、あ、やっぱ低いんだね、うん、でも木造でも結構低いんだね、うん、ここはすごい綺麗だったんですよね、綺麗だったんですよ、こんなんじゃないの全然、おっとっとっと、ここだって何も
あ、でもやっぱ出た瞬間になりますね。そうともしてなかったしね。あ、この上にもお家が4、5軒あって、うん、大変だな。あ、でももうこの辺はもう完全にあれなんですね。もう皆さんもう来てもいない感じですね。あ、すごいね。ジャングル以上だね。ね、ここが大堀の窯元さんたちが集中してあった。この辺だったんですか。でも確かになんか、あ、ここ四角道が郡山の。すみません。確かにあのこう川みたいのが流れてて。ここはなんか商家なんかいつも撮っていた。亀田さんとこは観光バスが入ってます。すごい立派ですね。風情があるでしょ。風情ありますね、この川の雰囲気が、いいでしょ。はい、いい感じよ。うん、てっきり僕はあっちの正面の道路のところに溜まってるのかと思いましたけど、 この一角、この一角に溜まってたんですね。溜まってます。この中にも、あ、そうなんですね。何軒か、4軒ぐらい。ちょっとやっぱり手入れしてないね。手入れしてないですね。うん、ここまではなんとか。関東吉郎さんも頑張ってますよ。あ、そうですよね。うん、あの展覧会かなんかやったでしょ。ねえ、うん、まあ、でもお墓前に来てますね、皆さん。うん、いやー、なんかでも昔は本当になんかあれだったんですよね。みんなプライド高かったよ。プライド高そうですよね。はい、じゃあまたここを動かして、はい、はい。